そうではひーくんからいきましょうかね。はい、ひーくんです。ひーくん、頭には黄色い丸い被り物、そしててっぺんには緑の葉っぱがついています。これは宮崎県の有名な果物の日向夏をかぶっています。ひーくん、ちょっと待っててね。ブーちゃん、雨強いけど外濡れちゃうの。後ろに下がっててね。ほら、ひーくんから怒られるよ。気をつけないとダメよ。ごめんね、中断しちゃいました。続きをやりましょうかね。さあ、そんなひーくんなんですけれども、日向夏がとっても大好きで、ね、今ちょっとシーズン過ぎちゃったんですけれどもね、また日向夏食べれるように願っちゃいと思います。そんなひーくん、とってもしっかり者のリーダー格の男の子です。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、日向夏を食べたむちゃん、いきますよ。おいしかった？それはよかったです。さあ、むちゃんの自己紹介いきましょう。さあ、むちゃんなんですけれども、むちゃん、頭の上にはね、フェニックスの木が乗っています。そんなむちゃん、とってもおしゃれな女の子です。今日は青と白のボーダーのお洋服で着ているんですけれどもね、ちょうど洋服の自己紹介の時にひーくんがね、かぶっちゃったね。残念でした。そんなむちゃんはですね、ね、他にもチアリーダーの洋服だったり、何持ってるって、その他に、そうね、恋旅だったり花旅のお洋服なんかも持っています。とってもおしゃれで可愛いむーちゃんも、どうぞよろしくお願いしますありがとうございます。さあ、そして最後はカークがね、今日来れなかったんですけれども、カークの自己紹介もしたいと思います。お、そうにいく、そうです、そうです。じゃあ、カークの得意ポーズちょっと見せてあげようかな。せーの、ね、合わなかった、残念。全然合ってなかったけど、そう、むーちゃん可愛くていいですよ。さあ、カー君なんですけれども、カー君ですね、いつもは宮崎の有名な地鶏、宮崎地トップの格好をしています。すっごく食いしん坊で意地悪で、よくね、ひーくんやむーちゃんにもね、よくね、叩かれちゃうんだよね。いたずら大好きな男の子がいるので、またどこかで見かけた時には声をかけてくれると嬉しいです。宮崎県、ひーくん、むーちゃん、カー君の3匹で活動していますので、どうぞ応援よろしくお願いします。